システム監査の手順。おはようございます、マサルです。今回はシステム監査の分野からシステム監査の手順について一緒に勉強します。それでは始めていきましょう。令和3年問38、システム監査の手順に関して、次の記述中の A から B に入れる軸の適切な組み合わせはどれか。システム監査は空欄 A に基づき、空欄 B の手順によって実施しなければならない。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はイの組み合わせが正解です。それでは解説していきます。監査とは、企業活動が正しく行われているかを第三者が調査することです。代表的な監査として、業務が効率的に行われているかを確認する業務監査、不正な取引がないかどうかを確認する会計監査、システムへのリスク管理が適切に行われているかを確認するシステム監査、情報資産を守るための対策が適切に行われているかを確認する情報セキュリティ監査などがあります。 IT パスポートではシステム監査に関する問題がよく出題されます。システム監査についてしっかり勉強しておきましょう。システム監査とは、情報システムに関するリスク管理が適切に行われているかを独立した第三者がチェックすることです。システム監査をする人のことをシステム監査人と言いますが、システム監査人は客観的かつ公平に監査を行うために、監査対象と関連してはいけないという独立性が求められます。システム監査人は監査対象のシステムの品質の度合いをチェックする信頼性、システムの保護の度合いをチェックする安全性、費用対効果の度合いなどをチェックする効率性などを対象に監査を行います。では具体的にシステム監査はどのような流れで行われるのか見ていきましょう。まずは監査計画の策定です。システム監査人は依頼者から依頼を受けて、実施時期、適用範囲などをまとめた監査計画書を策定します。次は予備調査です。本調査を行う前にアンケート調査、資料収集などを行い、監査対象を把握します。予備調査の内容をもとに、この後の本調査で行う監査観点を具体化していきます。次が本調査。予備調査の情報をもとにヒアリングしたり、現地を訪問して実態を把握します。本調査では監査結果の根拠となる監査証拠も集めます。次が監査報告書の提出です。システム監査報告書を作成し、依頼者に提出します。最後がフォローアップです。監査報告書によって指摘した内容が改善されているかを確認したり助言したりします。ここでのポイントは、システム監査人が行うのは確認や助言だけという部分です。改善命令に関しては経営者など監査対象の中で行う必要があります。では問題を見直します。令和3年問38、システム監査の手順に関して、次の記述中の A から B に入る軸の適切な組み合わせはどれか。正解は E。 システム監査は監査計画に基づき、予備調査、本調査、評価、結論の手順によって実施しなければならない。こちらが適切な組み合わせです。次の問題です。平成31年春問55、システム監査の業務は、監査計画の立案、監査証拠の入手と評価、監査手続きの実施、監査報告書の作成、フォローアップのプロセスに分けられる。これらのうち適切な対策の実施を指導するプロセスはどれか。A、監査証拠の入手と評価。 E、監査手続きの実施。 U、監査報告書の作成。 A、フォローアップ。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 フォローアップが正解です。それでは解説していきます。この問題は
先ほど説明した内容で正解できた方も多いのではないでしょうか。問題文の中では適切な対策の実施を指導するとあります。適切な対策の実施の指導がシステム監査のどのプロセスに該当するのか考えていきましょう。システム監査の中でフォローアップが指摘事項の改善ができているかをシステム監査人が確認して助言するプロセスでした。よって今回の適切な対策の実施を指導するプロセスはフォローアップが適切です。ではもう一度問題を見直しましょう。平成31年春問い55。システム監査の業務は監査計画の立案、監査証拠の入手と評価、監査手続きの実施、監査報告書の作成、フォローアップのプロセスに分けられる。これらのうち適切な対策の実施を指導するプロセスはどれか。正解は A のフォローアップです。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はシステム監査について勉強しました。皆さんはシステム監査人という仕事を聞いたことありましたか？ちなみに皆さんが勉強している IT パスポートは経済産業省が行っている情報処理技術者試験の中に含まれています。その中にシステム監査技術者試験という試験も存在しています。合格率は 15% 前後と非常に難易度が高い試験になっていますが、システム監査をやりたい人はシステム監査技術者試験を目指してみるのも良いかもしれません。 IT を勉強する人の中で将来システム監査人になりたいと思う人は少ないと思いますが、システム監査もとっても大切な仕事です。その割にシステム監査ができる人材は少ないと言われているので、もし興味があればニーズに対して供給が間に合っていない狙い目の職業かもしれません。それでは最後に復習です。令和3年問38、システム監査の手順に関して、次の記述中の A から B に入れる軸の適切な組み合わせはどれか。正解は E。 システム監査は監査計画に基づき予備調査、本調査、評価、結論の手順によって実施しなければならない。次の問題、平31年春問い55。システム監査の業務は監査計画の立案、監査証拠の入手と評価、監査手続きの実施、監査報告書の作成、フォローアップのプロセスに分けられる。これらのうち適切な対策の実施を指導するプロセスはどれか。正解は A、 フォローアップです。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れる様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。